皆さん、こんにちは。元アナウンサーでタレントの西島まどかさん、 TBS アナウンサーの安住紳一郎アナと2024年に結婚発表されており、実はすでにお子さんがいるとも言われています。今回は西島まどかさんの生い立ちや現在、お子さんの噂、浮気の真相などについて紹介していきます。そんな西島まどかさんと安住紳一郎アナは2024年に結婚をしています。新年早々の喜ばしいニュースに、ネット上では「あずみんおめでとう」「身内が結婚したくらいに嬉しい」「朝の顔でもある日本一のアナウンサー」「安住紳一郎さんが元タレントの西島まどかさんと元日婚」「それにしてもべっぴんさんやな」「フリーアナウンサーの西島まどかさん、ご結婚おめでとうございます」「相手は TBS の重役じゃないですか」「お幸せに」月寒高校ご出身なんですね。二人とも北海道ご出身とのこと。良いご人生を。羨ましい。月に一度でもいいから、夕焼け酒場にだけ西島まどかさんを返してくれないかな、安住さん、などの安住紳一郎アナとの結婚を祝う方や、西島まどかさんが可愛いと言っている方が数多くいらっしゃいました。また西島まどかさんが芸能界を引退したことを惜しむ声も数多くありました。安住紳一郎アナは朝の情報番組「ザ・タイム」の総合司会を2021年10月から担当。 TBS のエースアナウンサーとして不動の地位を確立し、2023年7月には役員待遇に昇進したことで、スポーツ紙記者は「超がつくほど多忙な毎日でしたが」朝の帯番組を担当したことで生活リズムが整い、2人で過ごす時間が増えたそうですよ、と語っていました。そんなお相手の女性は当時38歳で元タレントの西島まどかさん、現在は一般人です。安住紳一郎アナと西島まどかさんは同じ北海道出身。2024年1月1日時点ではまだ結婚はしていないようでしたが、数日経って結婚を発表しました。15年ほど前に羽田空港で安住紳一郎アナから声をかけたのが出会いのきっかけだったということです。15年ほど前ということは、2009年頃、西島まどかさんは BS 富士競馬中継を担当して、すでに番組 MC として活動していた時期。15年という長期にわたって交際を続けてきたということで、2人の間で何かの変化があり結婚したということなのかもしれません。そんな二人の間にはすでにお子さんがいるという噂が上がっていますが、公式では子供がいるとまだ発表されていませんでした。ただ世間では少し違和感があるという声もあり、それが長い間夕焼け酒場に出演していたことから、居酒屋の女神の異名を持っている西島まどかさんは2021年12月末をもって全ての芸能活動を引退しています。そのためこれまでのインスタグラム、 X の SNS のアカウント、個人ブログは閉鎖され、完全な一般人となりました。そして引退後は飲食店での接客業をしていました。テレビ局関係者は2019年にはご飯ソムリエの試験に合格し資格を取得、笹錦やコシヒカリといったさまざまな品種のお米を炊いてご飯に合うおかずと共に楽しむライブ配信も頻繁に行っていましたと語り、西島まどかさんの知人は芸能活動をやめてから都内にあるご飯の専門店で働いていたんです。おひつご飯の定食やおにぎりなどを提供している芸能人が訪れることもある人気店、西島さんはホールを担当していましたよ。ハキハキした明るい性格がお客さんからも同僚からも大評判、まさにご飯の女神ですね、と明かしていました。ですがおそらく現在は辞めているそうで、今まで芸能活動をされていたので何もしないで家庭に入ることはあるのか、専業主婦を選択しているのであればそれなりに理由があるのではなどの意見から、すでにお子さんがおり専業主婦として
生活していると言われているようでした。西島まどかさんは結婚が分かった時点で38歳、女性としては子供を授かりたいと考えれば最後のチャンスとも思っていても不思議ではありません。一方、安住紳一郎アナは1973年生まれの50歳、交際期間が15年という長期期間なのも気になるところ。今後の妊娠出産発表に期待です。そんな結婚発表をされた安住紳一郎アナは、過去にお付き合いをしてきた女性についてちょっとずつ情報開示してますけど、アパレルにお勤めの女性と付き合っていたことがあるという情報まではお伝えしていましたけど、実はほとんど私、お付き合いしてきた女性はアパレル関係の方なんですね、とアパレル関係の女性が多かったと言われています。そんな西島まどかさんの最終学歴は高校卒業であることが分かっております。出身高校は札幌月寒高校だそうで、どのような経緯で高校が判明したかは不明でしたが、幼い頃からキッズモデルとして活動していたことから、その過程で判明した可能性は高そうです。また出身中学については公表されていませんでした。そして西島まどかさんの趣味は読書と食べることで、好きな食べ物は鮮魚、ラーメン、白米ですから、ラーメン屋を経営していた父親の影響だといい、食べ歩きに関しては47都道府県制覇が目標だそうで、2015年11月時点で和歌山県を残すのみとなっていることから、もうすでに制覇している可能性は高いですね。西島まどかさんは元アナウンサーとして非常に実力があり、人気がありました。そして2007年、21歳で宝くじ幸運の女神に選出され、キャンペーンガールとして活動し、これをきっかけにオールウェブアソシエツに所属のフリーアナウンサーとなり、2008年3月に上京します。2009年頃、23歳頃から競馬場などで放映されるJRA ターフトピックスでリポーターを務めるようになり、評判を呼びます。その活躍が、アナウンサーでタレントの生島博さんが最高経営責任者を務める芸能プロダクション生島企画室のスタッフの目に留まり、同プロダクションに2013年7月に移籍することになりました。そして2024年1月の週刊誌において、西島まどかさんが大学に進学しなかった理由が明かされており、学生時代から芸能活動をしたかった西島まどかさんは、進路相談時に担任の先生に対して、大学には進学しません、テレビのお仕事をしますと語っていたといいます。そんな大学へ行かず、そのまま放送の世界に入った西島まどかさんに対し、生島さんは大学や大学院に行かないか、応援するからと伝えたところ、自分が勉強したいことやどの道に行きたいか、それが分かってから自分の力で大学に行って勉強したい、今の仕事を中途半端にしたくないと答えたそうです。結局大学へ進学しませんでしたが、仕事への姿勢は非常に優秀で、グルメ番組夕焼け酒場に出演していた際は居酒屋の女神という愛称で親しまれ、スタッフやマネージャーの間でも非常に人気が高く、相手を思いやる気持ちがあり、求められたもの以上のことをやってくれたそうです。またアナウンサーを目指したきっかけは、2019年1月のバイラのインタビューにおいて、アナウンサーの仕事に興味を持ったのは23歳だと話しており、アナウンサー志望の人は大学2年生くらいからスクールやゼミでいろいろと準備するから、正直もう遅いかなと思ったそうですが、勢いでフリーとして活動を始めたそうです。大学に進学しなくてもなりたい職業を諦めずに、人気アナウンサーまで上り詰めたことで世間でも注目されていました。そんな西島まどかさんは、子供の頃はキッズモデルをしており、地元札幌の百貨店のチラシやパンフレットに出ていました。また1996年公開の映画ガメラ2レギオン襲来にエキストラとして出演しており、子供の頃から芸能活動に興味があったのかもしれません。そしてアナウンサー時代には多数のテレビに出演されており、その美貌が注目されることも多かったといいます。
その一つが2009年1月放送の日本テレビしゃべくり7チュートリアル徳井よしみさんの一番気になるあの娘とご対面としての出演でした。いわばフジテレビ27時間テレビ名物の明石家さんまのラブメイト10の特異版。当時西島まどかさんが赤坂のマッサージ店ベアハグでアルバイトをしており、来店した特異さんが見初め番組出演となりました。番組で当時西島まどかさんは23歳ですと弾ける笑顔で挨拶、特異が口説きに来ていることはないと聞かれると泣きにしもあらずですとノリのいい対応を見せ、さらに当時彼氏はいないですと話し、徳井さんに告白されたらという質問にはすごい素敵な方なのでドキドキしちゃいますとにっこり、スタジオが盛り上がると、でも好みは上田さんなんですと MC のクリームシチュー上田晋也さんを意中の相手に挙げ、しっかりオチをつけていたました。そんな西島まどかさんは現在事実上の別居婚だと言います。よって現在は一緒に住んでおらず、会っているのは週1回だそうです。さらに安住紳一郎アナのところに行くときは早めの予約が必要みたいです。安住紳一郎アナを支えるために芸能界を引退したと思われていましたが、そうでもなかったと言います。いかがでしたでしょうか。今回は安住紳一郎アナのお子さんの噂、西島まどかさんの生い立ちや現在浮気の真相などについて紹介していきました。西島まどかさんは芸能界を引退していることから、今後テレビに出たり公の場に姿を現すことはないかもしれませんが、安住紳一郎アナと末永く幸せにしていただきたいですね。そして今後の安住紳一郎アナの活躍、お子さんの発表にも期待したいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。